3ヶ月。旦那さんはどんな方なんですか？これから会いに行って報告するんだ。きっと喜んでくれる。彼ならやっくんが自殺してからもう2年も経ってるんだよ。彼だけはそっと一言も言葉もなく私の存在を認めてくれたんです。手紙です。あなたに。いりません。読むだけ読んでください。私は一流大学の学生で法科大学院を卒業するイケメンな彼氏がいて、実家もお金持ちなの。あんたみたいなつまんない人とどうして一緒にいなくちゃいけないの？かなちゃんは高校卒業したら東京出たい。わからない。患者さんがいなくなった。なんか知ってるか？知らない。僕たちは今2人でいるよね。これやっくん、人と関わるのあんまり得意じゃなかったみたいだけど、カメラを通してだけは世界と関われるんだって言ってた。何も映ってないわけじゃねえんだぞ。何も撮ってないわけじゃねえんだぞ。違う、僕たちの門出を。みんな誰かを救えるほど幸せじゃないから。彼は私のことなんて覚えてさえいなかった。私のこと好きなの？ねえ君、空飛んでみてよ。空飛んでくれたら付き合ってあげる。